あれここステージの世界だっけ。どうしよう、こちらカルテンです。さあ、ということで今回ですね、さあついにやってきてしまいました、こちら4周年記念ブルームフェスティバルドリームピックガチャでございます。これブルームってどういう意味なんだろうね。かブルームってこれ花とか開花とかを意味する言葉らしいんだよね。なんか意味の中に健康食っていうさ、なんか意味も入ってんだけどさ、一番健康を気にした方がいいやつがこの中いないんだよね今回。まあそんなねプロセカのね新たな開花をね意味するねガチャでございますが、私はこのドリームピックガチャ本当に待ち望んでた。このドリームピックガチャいわばあの限定スコスコガチャです。でこんな感じであの今回のピックアップとまた別に手数芸を2人選べんすよ。だからねもう僕はね決めてるんですよ。俺残り水木持っていない枚数が2枚なんですよ。この水木とこのどの水木、この水木だ。なんでね今回の目標はね水木田を全コンプします。でそれと同時並行してアイリちゃんももらうピンクを全回収。でも俺が言うことはもうない、水木田をコンプするだけ。じゃあね回していきましょう。なにこれ、スペシャル枠に工場メンバーが選択されています。よろしいですか。いいに勝ってんだろ。なんかこうやって見るとピュア率高くね、ピュアピュアすぎね。よしじゃあね回していきましょう。マイドルコトくんは絶対当たんない、ほぼほぼ当たんないんだけど、単発をね一応ね見ていきますかね。あれ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 あるんじゃない。あれちょっと待って、みくちゃん素晴らしいね。新年一発目、新年じゃないけどさ、新年一発目から、あ、すごい、やばすぎるこれ。勝った、もしかして本当に勝ったかもしれないこれ。嘘。ずっと仲良く超続けましたとか。違う、待て、違うんだって、欲しいのあなたじゃないんだって。いやでも幸先はいいんじゃない、なんかすごい幸先良くない。この調子でいったらねいけますよこれ。でここからですね10連を回していきましょう。優勝の10連、あいつだっけな、なんか前のドリンピックかなんかカラフェスかなんか回した時に俺めちゃめちゃ星4ので良かったんだよね。だから今回もねあると思いますよ。じゃあ一挙手一発目お願いします。頼むぜ。勝った、あはい終わりです。よしオッケーオッケーオッケー、もういい、あ、早い。え、でも、ロードがなんかなくなったっつったのよ、確かね、なんか。前なんかコメント欄で聞いたんだけどさ、なんか、何でしょう、ダウンロードみたいな、なんかやつなくなって、ロードでダウンロードって何言ってるのかわかんないけど。いや、まあ、一個か、まあ、とりあえずよ、いいよ。何かだよ、何かが来るか。希望か。そうだったら。違う、水木、お前なんだけど、君じゃないのよ。どういうすれ違いこれ。俺は確かに水木が欲しいとは言った。でしかもピュアの水木なんだよ、欲しいのもう片方はね。だからピュアの水木が欲しいですってなってんだけど、君じゃないのよ。あの山じゃなくて学校にいてほしいよね俺はね。いやでもこれはあれかもしれない、なんか予告演出かもしれない。水木が来る前触れとして水木が来る可能性がある。さあ行きましょう。水木当てるまで終われません。あ待って、まだかそうやばいこと言ったかもしれない。いや待って、今の読み込みって違うのかな。でもなくなったって言ったのよ。でもね、ってことはないんだよな。ないってことは単純になんか通信が遅い。いやそれもやだな、なんかそれもちょっとやだな、なんかすげえ。いや最近のネット見直してもか。すごくない、なんか俺最近すごいなんか当たる気がするんですけど。よーし水木、メイクされるのって落ち着かないな。いやーうっそい、塩ちゃんありがとう、助かりましたぜ。何が、いやいいんじゃない、すげえ調子いいんじゃないこれ。ただここまでさ、だって石の数1700個しか使ってないのにさ2次3位よ、やばくないマジで。いやただね求めてるね、求めてる子じゃないのよ。だから俺はねあの先に進むしかないんですよ。止まるんじゃねえぞ、回せ。あいよ、なんかさ、いやロードなくなってないってこれ、多分ロードあるってこれマジで。ロード文化絶対あるって今の、なくなったってこれ嘘だよ絶対。だってこんだけさ、また虹だよ、俺また虹来てんだよこれ。だってだからこれで、だから初芸よ、初芸が来るってことはピックアップの可能性よって考えた時にありますよ。しょっぱなから水木、冬メッセージ見てくれたかな。はい、よしオッケー、素晴らしい、よくやった。ミクさん今年ちょっとボーナスあげるわ。やっばー、さすがドリンピックガチャ、オールウェイズ俺の欲しいもの当ててくれる。なんか連休多くない。これさ、この4枚並べてさ、この4人の連休の中で同一人物が2人います。さあどれでしょうって言ったら絶対無理じゃねこれ。ただまあ水木さんは当たったけど、まだ水木さんが当たってないからやっていきましょう。続いて何十年目、これで言うと40年目か。いきましょう、レッツファイヤー。水木やばいでしょこれマジで。俺のガチャからさ、キーエースなくなった、もしかして廃止、この中でキーエース廃止しました。マジで言ってんの、確率バグってね本当に。やばい、俺なんかいいことしましたっけ、そんなに。なんかそんなにいいことした記憶ないんだけどさ、なんかすげえふざけん。うわっしょっしょい、虹2人の世界勝ちました、終わりました。素敵な宝物を見つけたんだね。はい、よっしゃ、はい、ルイ君あざます。俺多分ルイ君ファに刺される。俺でも
丁寧に作られているとわかる。おっとこれは、おっとこれはもしかして青柳トーヤ 0.7 水木さん 0.3 イラスト、やばすぎる、マジやばい、これこっちこれこっちこれやばいやばい、え本当にやばくない、なんかさ、えぶっ壊れてない、なんか俺のプロセカ、えここまで10連全部虹です。まあでも油断してはいけない、油断してはいけない、俺はこういう風に調子に乗った時に限って大体ガチャを外してきてる。だから油断せず慢心せず、私は謙虚な心でいきます、お願いします。めっちゃなんて謙虚な心なかったかもしれない。えマジで、えこれ虹じゃない、え虹じゃない、えゆきちゃんいいじゃん、今日ぐらいいいじゃん、ちょっとさちょっとボラしてくれていいじゃんね、ちょっとえ本当にボラしてくれたんだけど、え待ってやばいやばい、また二人来てる、おかしすぎる、ピッメイクされるのって落ち着かないな、一番落ち着かないの俺だって。メッセージ見てくれたかな水木、さっきのガチャの動画見てくれたかな。はい、あの恐れていた事態が起きました。あのこのガチャってまあ当然ながらなんですけど、ピックアップの数を単純に増やしてるだけなんで、同じピックアップ同士で戦争が起こるわけですね。なんで数が少なくなればなるほどコンプは難しくなります、当たり前ですね。えまずさ1回ぐらいさ金でもいいよ、いいよいいよ、大丈夫大丈夫、俺あの簡単な心持ってるから。だからね、まあちょっとね肩の力抜いてもらってね、全然やばい、マジでマジで、え嘘でしょ、マジで、え、待って待って、え、待って待って、え、待って、え、待って、なんかさ、え、上さん動画見てますこれ、え、待って、なんかさ操作してるでしょ俺のガチャ、え、別に俺のこと操作する人多分ないと思うんだけどさ、なんか操作してるんじゃないかっていうぐらいさ、なんかすごい当たるんですけど、何これめちゃめちゃ怖いんですけど、どうしてこんなに寂しいんだろう、はをコンプした、長かった、ここまで本当に長かった。まず悪魔水木が当たったのがそもそも実装から3年後、そしてその時には僕はもうこの水木とを逃していた、やっとついにコンプの日が来た、よっしゃ。しかも何が怖いってね、まだ石ほぼ使ってないんだぜ、マジでゲームバランスが壊れてるぜ。さあこっから予定変更、アイリちゃんあなたをピックで狙う、頼みますよ、ここまでねずっといい調子だから、いい調子以外できてないから頼みますぜアイリちゃん。えやばいんだって本当にマジで、え、なんかそれ、すげえね、虹エース博覧会になってんだけど、マジで。なんか俺さ、虹しか来ない、マジで。え、壊れてる、壊れてる、壊れてる。壊れてる、壊れてる。え、他の投稿者みんなどうなってるんですか？そんなに来てましたっけ、虹。いや、やばすぎる、本当におかしいって、これ。メイクされるのって、落ち着かないな。何回メイクしてんだよ。わかってたよ、翔ちゃん。わかってた。え、待ってよ、本当に、え、な、え、ど、え、ど、ど、どことですか？あ、そっか。わかった。アイリちゃんが来ない理由ってさ、呼んでないからだよね、多分ね。呼ぶか。まあ、愛理ちゃんといえばね、このセリフがあるでしょう。皆さんね、ライブ会場でもね、聞いたと思いますよ。いきます、せーの。あ、その飾り、もうちょっと上に上げといてくれる？いや、な、ふざけたから、ふざけたから、金来ちゃったよ。いや、大丈夫。うちのミクちゃん、仕事できるから、仕事できるから、営業成績1位の女だから。大丈夫。ここでね、彼女はね、ヘマをしない。金のままで行くことはね、ないんだよな。けど、さっきのは、さっきのは俺がふざけすぎた。ちゃんとね、正しくね、行きましょう。ラブリー、フェアリー、アイリー。本当に来た。やばい。これありかもしれない。モージャンのキャラ狙うときは、コールをすれば呼ぶ可能性がある。これ来てくれる可能性が、めちゃめちゃある。ありえるこれ。すごい。でもこれでマジで来たら本当にやばくない？何人来るんですかね。まあ、一人ですよね。わがまま言わないでください。頑張ったな。違う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 、アイドル呼んで、しかもそこでも横並びで出るな。もう一回やる、もう一回コールする、もう一回、もう一回やろうぜ、せーの。あ、その風にもうちょっと上に上げといてくれる。あー、まあもう、まあもうこれやめた方がいいかもしんない。アップルパイ食べに行こっか、みんなで一生砕けに行こっか。だから多分ちゃんとコールすれば来るんだよ多分。じゃあもう一回行きましょう、せーの。ラブリー、フェアリー、アイリー。嘘ついたね。すんごいポジティブメイコさん。このメイコさんのおかげでね、ちょっとね元気取り戻したよ俺。ここにも駆け抜けていきますよ。よっ、せーの、お願いします。アイリちゃん長いよ。長かったよ今ね。いや、だからその前に視聴者の人が言ってたさ、ロードのあれがないっていうのがさ、いまいちちょっとさ、なんかこれ見ると信じきれなくてさ、いや疑ったわけじゃないよ、なんか音すげえな感じで、やばいやばいやばい、ちょっと待って、これイヤホンの接続が切れた、やばいやばい、待って、いやでも本当にこれさ、多分そうだよね、ロードまだ多分残ってるよねこれね、普通に。大チャンス。え、待って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 、あれあれ
待って、違うって、違う、ヘッドホンは今どうでもいいんだよ。まだこの前ちょっとコメントくれた視聴者の方にはあんまちょっとすごい失礼な話かもしれないですけど、ロード多分ね、まだあるよ。これ多分ロードは多分あるし、この後アイリちゃんは当たる、間違いない。マジで来たかもしれない。え、なんかさ、いやもう分かんなくなってきた。絶対にあ、その方にもうちょっと上に上げといてくれるわ、絶対に外れるのは分かるんだけどさ、なんかそれ以外でさ、これ当たりますっていうさ、ジンクスがさ全然ないんだよね、俺の中で。まああったらそれ毎回やるだけだからなんだけどさ。虹、あ、いたいたいた、虹そこか、ちょっと見づらいなこれ。知らないくせ。あれ待って、これさ、あれフェスゲンだよねこれね。あれ持ってなかったっけ俺、あれ持ってない、あれ持ってなかったっけ、持ってる。え、待って、俺どんな運してるんこれマジで。だからさ、俺さっきからなんだけどさ、しほちゃん当たりすぎじゃない、さすがに。ドリームしほガチャじゃんこんなんも。あと30連で私は愛理ちゃん当てなければいけません。これ使命です。いきますよ、あと3回、せーの、よいしょ、まずお願いしますよ。キーン。いや、もう後悔することは何にもない。アイリー来い、アイリちゃん、よーお願いします。ロード、今俺はロードを目の前にいた、だから来てくれ、頼むよマジで。最後ぐらいさ、アイリちゃん2人とか3枚抜きしても別によくない。俺もう、俺頑張ってんの、俺もう頑張ってるの本当に。ここまでさ、すごい頑張ってんの、仕事もさ、当たってくれよ、まあ頼むって。思い出に触れさせてくれてありがとう。いやー待って、違うんだって、違う、欲しいんだけど違うの、優先順位はリンちゃんじゃないの。なんかやばい、待って待って、ちょっと俺歴代のガチャ多分ちょっと久々に追い詰められてる。でも待って、みんなさっきのメイコさんの言葉思い返してみてほしいわ。こういう時こそ楽しむんすよ。俺は待ってるからね、俺はずーっと待ってる、ずっと待ってるから、そろそろ来てくれていいんだぜ、アイリちゃん。やっぱ最後に決めんすよ皆さん。ここで、ここで俺はアイリちゃんを当てて帰ります。お疲れ様でした、アイリ、頼むよ。ここまで待ってるんだ、ここまで僕はアイリちゃんを待ってるんだ。まあ一人だけど最後に決めてくれるでしょう。素敵な宝物を見つけたんだね。少なくともそれはおめえじゃねえ。僕は覚悟を決めてきたよ。走りますか。さあこっから気楽ですよ。もうね、天井が確定してる。なんか長くね、ほんとちょっと待って、さ、待って待って待って、これあるんです、こういうの、こういうの本当にあるんだよマジで。ラスト、マジで最後課金した時、絶対に天井に行きますってなった時に限って当たんのよこれ。あ、見てみ、これみんな見ててみ、これ多分当たるから俺、これもう絶対に、これもう私失敗しないから。でもそれが自体が失敗な気がするけど、うわー、なんか二人も引いてる。Mちゃん見えるかしら。あー、ピンクだけどさ、そのピンクじゃない。できた、できてない。ただ二人当たったからロードが長かっただけでした。よし、気楽です、行きますよ、レッツゴー、虹です。待って、やばいやばいやばい、待って待って、さ、え、これさ、ちょっとこれ見てる人に聞きたいんだけどさ、これ普通？なんかおかしくない？これ本当に、なんか虹率さ、バグり散らかしてないんか俺普通に。なんか、え、どういうこと？なんかさ、え、虹、え、待って、いや、でもなんかそう、なんか言葉が発せなくなってきてる、脳がすごいバグり、やべえって。3人引いちゃった。どうしてこんなに寂しいんだろう。本当に思うんだよね、どうしてさこんな寂しいんだろう。なんかね、アイリちゃんが来ない気がするんだな。真冬、メッセージ見てくれたかな。水木はまず俺の動画を見てほしいですね。3回目ですね。大丈夫、勇気を出して。はーい、完済完了、完璧だぜ。長かったね、本当に長かった、本当に長かったって。久々にこんなガチャにガチったからさ、なんか言葉出ないよね俺ね。いやー、感無量、うわー、かわいい、やばいマジで。ちょっと俺歴代のガチャで一番感動してるわ。てか今見て思ったけどさ、後ろのさ、クローバーのマークさ、ちゃんと桃ちゃんのカラー配色になってる、すごくないこれ。え、とりあえずさ、とりあえずちょっと休みます収録1時間ってやばすぎんだろこれ。